ベイリング海峡の衛星写真。海峡の幅は写真左のチュクチ半島、デジニョフ岬と右のスワード半島プリンスオブウェールズ、岬を結ぶ直線距離およそ8 2トルの場所が最も狭い。その線のおよそ中間点付近に、クボーズデフ諸島がある。リトルダイオミード島から見えるラトマノフ島右側の、島がラトマノフ島ラトマノフ島英語、ビッグジオメディアイランド。 ロシア語、イヌピアック語、エモクリックは、ロシア連邦、畜地自治管区の畜地行政区に属している島である。ラトマノフ島は、畜地半島、デジニョフ岬の南東 45km 先、ロシア連邦領の最東端に位置する。大小2島からなる、ダイオミード諸島のうちの大きな島がラトマノフ島であり、ユーラシア大陸とアメリカ大陸の間に位置するベイリング海峡の、 間に位置している。近くを国際日付変更線が通ることからトゥモローアイランドとも呼ばれている。島東岸から3 9トル東にはアメリカ合衆国領リトルダイオミード島があり、その間にはロシア連邦とアメリカ合衆国を分かつ国境線と国際日付変更線が島の1 3トル東に走っている。島は 溶岩が厚い氷河や氷上を突き抜けた時に形成される、頭頂が平坦で、周囲が急瞬な崖に囲まれているトゥーヤと言われる、独特の形状をしており、島の面積は29平方キロメートルである。島の最高標高点は505メートルである。アラスカ購入までの島の歴史は、ダイオミード諸島の項目を参照のこと。第二次世界大戦から冷戦期にかけて、 ラトマノフ島には軍の基地が置かれた。第二次世界大戦の後、国境を越えた住民の接触を防ぐために、住民は強制的にラトマノフ島からロシア本土に移住させられた。現在でも、この島には定住人口はなく、ロシア連邦の気象観測所とロシア国境軍の基地の島である。ありがとうございます。